俳優の尚が主演、キスマイフット2の玉森裕太が共演する、t b s 系連続ドラマ、あのクズを殴ってやりたいんだ10月8日スタート毎週火曜午10時のポスタービジュアルが公開された写真多数、フラッシュな顔ぶれ、主要キャストを一挙紹介、結婚式当日に彼氏に逃げられてしまった主人公、佐藤穂香美、尚。人生どん底のタイミングで、金髪の謎の男、クズやかり、 玉森裕太との出会いをきっかけに自分を変えるためにボクシングを始める猛クズな男に泣かされるのは嫌だ得意もボクシングも本気で向き合う姿をオリジナル脚本で書くクズきボクシングラブコメディーとなっているキャッチコピーは私の愛は痛いんだポスタービジュアルは人生どん底の中でプロボクサーを目指すほこみとそんな誇りを翻弄するかいり 二人の関係性を表すエモーショナルルななビジュアルとなっているポスタービジュアルは東京赤坂のほか渋谷などにも掲出予定ポスターデザイン岡田和夫のコメントテーマは私の愛は痛いんだどうしようもないクズ男の部屋の設定ですここみなおの前向きな表情とまだ生きる道にくすぶっている帰り玉森 の無関心な表情とのコミカルな対比を表現しています平日夜の視聴者の日常とドラマをつなぎ見る人に共感していただけるような